じゃあこれから宇賀さんのスピーチを始めますので聞いてください。宇賀さん、じゃあよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。私はトランシー・サンガンです。ベトナムから来ました。現在ベトナム語教室の講師を担当しています。よろしくお願いします。今日はベトナムの料理を紹介させていただきます。日本は洋食と和食がありまして、ベトナムではベトナム料理しかありません。ベトナムは安熱帯に位置するので農家が産官です。自給率は 100% です。皆さんよく知ってますが、食べ物、ごめん、テールの食べ物もありますが、ガイドブックにも載せてないものがあります。はい、写真を見せながらお説明します。はい、こちらはベトナムのフォーです。有名ですね。みんなよく多分食べたことあります。牛肉の味と鶏肉の味です。はい、次はバンミーです。バンミーはフランス版にたくさん具を挟んでています。はい、大体すごくたくさんあります。具が、豚肉は味つけてますんで、それもし味薄いだったら少し醤油とか塩コショウでも大丈夫と思います。はい、次は生春巻きです。生春巻きはライスペーパーに具がレタスとか香菜とか茹でたの豚肉、エビ、ビーフなどナムラソースにつけて食べます。ナムラソースの味はちょっと甘い酸っぱい味なんですけど、すごく似合ってます。日本人なら多分味噌でも似合ってます。味噌がみりん入れてちょっと砂糖でも似合えると思います。はい、次はベトナム風のお好み焼きです。バンセオ、ベトナムのお好み焼きが日本のお好み焼きは小麦粉で焼いていたんですけど、ベトナムは米粉で焼きます。色つくはウコンです。はい、次は豪華料理です。超会室の料理ですね。私にも本当に食べたことないです。見てるだけ。これは食べたいなら本当に高級レストランに行かないと食べられません。あと予約ですね。野菜とハムみたいな感じを彫刻しますね。こっちはちょっと大根ですね。大根か、こっち側は多分スイカと思います。はい、はい、ベトナム人いますから、どうですか、食べたことありますか。ですね。見てるだけで楽しいです。はい、これは多分ベトナムレストランがありますです。ハスの葉っぱの中にご飯、炊き込みご飯みたいな感じで入れて蒸すんです。
茎は日本語なら白い玉のデザートです。外の方はかぼちゃです、はい、秋の方はこっちの方に人参ですけど、こっち側はちょっとハムの味につけて、まあ、あのデザインにつけます。はい、スイッチ終わりました。ありがとうございましたそれで、あのちょっとあの多分今ベトナムの食べ物がたくさんありますが、だ時間がないので、よろしければちょっとベトナム語教室に一緒に話しましょうか。お気に入り方があったら、はい、ありがとうございました